なぜどうして身近な疑問2年生。レンコンに穴が開いてるのはどうして。水面に花を咲かせるハスという植物の地中にある茎の部分がレンコンです。レンコンが育つ場所は泥んこの田んぼの中で、空気はほとんどありません。しかしレンコンも私たちと一緒で、空気がなければ生きることはできません。そこで水の上に出ている葉から空気を取り入れて全体に送ります。レンコンの穴はその空気が通るパイプの役目をしているのです。空気が通る穴は地中の茎だけでなく、その節や花や葉をつける地上の茎にもあり、すべてがつながっています。レンコンの穴は真ん中に1個と、その周りに10個くらいあります。よく見ると10個の穴の周りにも、さらに小さいいくつもの穴があります。レンコンは縁起の良い食べ物として、お正月のおせち料理などお祝いの料理に使われます。穴から覗くと先が見えることと、葉が空に向かってまっすぐに伸びる様子から、運が上を向くなどと言い伝えられているからです。どうしてきつねうどんっていうの。油揚げが乗っているうどんをきつねうどんと言います。よく考えてみると不思議な名前だと思いませんか。昔からきつねは神様と人をつなぐ使いの動物と言われてきました。今も稲荷神社の前にはきつねの像が置かれています。昔の人々はこの像にきつねの好物であるネズミの天ぷらをお供えしました。しかし毎回ネズミを捕まえてお供えするのは大変でした。そこでネズミの代わりになるものとして選ばれたのが油揚げでした。やがてキツネの好物は油揚げと言われるようになりました。そういうわけで油揚げが乗ったうどんはキツネうどんと呼ばれるようになったのです。うどんに乗った油揚げがキツネが丸まっている様子に似ていることから、キツネうどんと呼ばれるようになったという言い伝えもあります。